こんばんは。サイクリングなう、すごい、サイクリングか。サイクリングいいな。私サイクリングを人生でやったことないんですよね。自転車に乗ったことありますよ。でもなんかここ変ですね。なんでなんだろう、色が今日は。なんでちょっと離れとこう、これぐらい。こんばんは、ヤホミンチョー。こんばんは、フォスターさん、ハートありがとうございます。これぐらいにしとこう。フォスター、ザッキーさん、こんばんは。 JT さん、コンサラ、こんばんは。こんにちは、ボブックさん。エンチャーさん、ハートありがとうございます。自転車は乗れますよ。自転車は乗れるんですけど、乗れるんですけどサイクリングってことないんですよね。エイコーンさん、こんばんは。こんばんは。カズさん、マサヒロさん、こんばんは。ちょっとでも自転車に乗ったら、まあそうですね、サイクリングのうちになりますかね。こんばんは、トリちゃんさん、テッチーさん。一輪車、そう、一輪車は乗れるんですよ。補助輪つけてないですよ。こんばんは、カムカバーさん。さっきはあれなんですよ、僕の恋、僕らの恋の予感公演もうずっと見てたんですよ。さらちゃん、こんばんは。今日もか、今日も可愛いですね。フォスターさん、ありがとうございます。今日のテロップはお話ししましょうにしときます。こんばんは、クライムさん、TO さん、ハイジさん、ダルマ、ありがとうございます。俺が来たぞ、ありがとうございます。さらちゃん寝起きじゃない、そう寝起きじゃないんですけど、そう今日顔が腫れてるんですよ寝起きなのって。つくしさん、こんばんは。だるま、ハイズさん、ありがとうございます。僕、あ、そうそう、僕たちの声なのか、声 DMM、 そう加入してますよ。ふかれんさん、さらちゃん、こんばんは。みちぱせの手遅れコーション、ええよねって。手遅れコーション、あー、あの衣装も可愛いしいいですよね。あの、でもさっきはね、まだあれなんですよ、ユニットのところまでして行ってないから、手遅れコーションのところはまだ見れてないんですけど、さっきどこまで見たかな、隣のバナナくらいまで見たかな、あ、もうちょっと見てか、 MC かな、あの大谷まりなさんの生誕祭の回を見てたんですよ。ついに下鍋でさらちゃんのカード当たりましたって、ありがとうございます。こんばんは、キリノさん。色白、え、色白ですか。シティ48とかまでサングするのがハマってる。へえ、シティ48とかまでサイクリングが。でも人少ないですよね、あの辺だから、結構気持ちいいかも。リキアさん、タコありがとうございます。目が眠そうに見える、目が腫れてるんですよ、なんか100以内目指して頑張りますって、ありがとうございます。さらちゃんに、さらちゃんに倍増、さらに倍。マルチ521さん、かわいい、ありがとうございます。平塚さん、こんばんは。広島行きたいなーって。あ、H ロードさん、マイキュー、中村舞さんのマイキューさんのあれになりましたね。なんか変わりましたね、映画。アスベイさん、だるま、ありがとうございます。カオルさん、こんばんは。泣いたの教えないです。セーラー服を脱がさないです。ケイモンさん、バラありがとうございます。ヨスベイさん、ダルマありがとうございます。なんか目がめっちゃ腫れてないですかしかもなんか今日近づいたらこの辺が、なんかなんでか分からんけど、何が違うんか分からん。あれ、ほら、なんでこんなにこことこことここテカっとるんと思って。船の近くびっくりドンキースコ、あ、ありますか、あるっけ泣いたから腫れたのか、これは泣いたなって、いや、わかんないですよびっくりドンキーとかあるんですか、船の近くに。トマキさん、こんばんは。スベさん、だるま、ありがとうございます。自転車乗って足が筋肉痛ですって。そうなんですか、はじめまして僕の太陽公園の DMM 見てきましたって、ありがとうございます。 DMM 見てくださってるんで、たんですね。どの回見たのかなDMM でもサラも見てますよ。泣いたかどうかは察してますだって察してますって。寝起きとか、寝起きではないんですよ。寝て、まあ昼寝もしたんですけど、寝て起きて結構時間経ったんですよ。こんばんは、ジャックさん。こんばんは、秋里さん。自転車、え、新幹線で3時間40分かかる。え、何が、何かあったかな。3時間40分、あ、広島までってことかな。じゃああれなのかな、関東らへんとかにお住まいなんですかね。そこら夢タウンとかいろいろあるでって。あー、夢タウン、あー、びっくりドンキじゃなくてドンキホーテがあるの分かりますよ。びっくりドンキってありますか。何、怒られたのって。怒られてはないですね。ひでちゃんさん、こんばんは。泣いて深夜にコンビニ行ってないですよ、今日は行ってないですこんばんは、ウニマルイタさん。
トスターさんだるまありがとうございます。サラちゃんこんばんは、めっちゃ可愛すぎるでって、てっちゃんさんありがとうございます。秒で泣くんは清水サラの特技やで。そう、サラは秒で泣くのが特技なんですよ。もうやだ、今日顔が腫れとるって。ハワイのサラちゃん、ハワイの写真のサラちゃんも可愛かった。昔の写真ですかね。そう、昔の写真この前あげたんですよ。でも今となんかちょっと違いましたよね、雰囲気が。ドキドキってさん、ドキドキさん、はじめまして。ポスターさん、ハートありがとうございます。こんばんは。今日そうそうそう、中にあるんですよ。なんか顔が赤い。どうごく警報は風呂って、お風呂入ってか遅れたって、ありがとうございますね。はい、見に来てくださって。いつでも、んいつでも泣けるの。でもなんかね、泣くことが得意なんですよね。やすめさん、誰もありがとうございます。比べる画像に食パン大好き、エラーはあたり、そうそう。あれぐらいしかなんか無加工の自分の一人の写真がなかったんですよ。食べ過ぎて泣く定期どうだろう。やすめさん、誰もありがとうございます。 ST40 とかまでサンクリングしてコーヒー飲みながら海風に当たりながらするんよって。楽しそう。カオスさん、なでこんばんは。やすめさん、誰もありがとうございます。さあちゃんも自転車こけそう。こけないですよ、こけない、こけない。手遅れすぎるって。サラはママに怒られてない。さっき大きなマスクが。誰情報、誰情報か教えてください。誰情報ですかそれ。メンバー情報書く声。合っとるかもしれない。でもね、配信でマスクしたらなんかこうやっておかしいけ。誰情報ですか。サラママに怒られて泣いた時は、そうなんかね、マスクしてレッスンに行った時もあったなと思いました。娘さん、誰もに、今日もサラちゃんも違った意味で可愛いよって。もうやだ。デブマありがとうございます。女優になれますかね。泣くのが時女優の差しあるかもって。トマーキさん、カウントありがとうございます。ポスターさん、花ありがとうございます。リュウショウキンさん、ハートありがとうございます。食パン大好きになりましたか。わらって、教えて。わいは星が硬いのでいませんって。何、口が硬いのね。それはすぐ察する。でも今日は怒られてないですよ。ほんまにほんまに怒られてないですよ。口が硬いのでって、それ別に嘘ついてるわけじゃないですよ。全然今日河川敷めちゃめちゃ楽器吹いてる人、遊んでる人たくさんいた。そうなんだ。外で楽器吹くのもいいですね。口が硬いので、そうそう、その時もあったような気もしなくても、せんでもないけど、多分そのどうかなって感じ。お話しよう、しましょう。食パン最近朝に食べるわらって。こんさらちゃんこんにちは。アイメイクが、アイメイク一個もしてないです。もう何にも塗ってないです。目ももう腫れとるけ何もしようないなって思って。あのあれですね、ファンデーションだけしか塗ってないね。私失敗しないので似てる。何ですか、失敗しないのに似てますか。誰かな。食パンは 何かつけて食べないですね。何もつけずに食べてますね、いつも。どうしたの、泣いたのって。うふーんって感じ。泣いたのって。涙袋が普段のさらに倍。そうですか、涙袋が。目が腫れとる系ですね。ナチュラルで最強すぎんか。なんかいつものこんな感じにしただけみたいな。目がね、ここまで目が、まぶたがある。さやちゃんこんばんは。はるさんこんばんは。なちゃら最強すぎん。ひりさん、うふんって、うふん。でもさら最近ちょっと顔シュッとしてる。でも今たけたけ顔が腫れとるんですよ。もうじゃけね、顔シュッとしてないんですよ。今日もうやりたくないんですよ。今日ね、顔隠したい。食パン焼かないのが好きなんでしたっけ。そう、焼かないのが好きです。余計に目元注目してしまう。目がね、細いですよ。目が2倍って、全然2倍じゃないですよ。やすべさん、だるまありがとうございます。なんかどんどん、そうそう、妹がね、妹がめっちゃふざけて遊んどる。でもどっか行ったよ、どっか行ってしまった。だるまありがとうございます。最近は食パンにチーズのせてオーブンソースと、あー、チーズのしたことないかも。今日いつもより表情が豊かですか。安部さん、だるまありがとうございます。可愛い、大丈夫、可愛いから大丈夫ですって。ほんまですか。めっちゃなんか目が腫れてる。サングラスすれば、サングラス、アリサさんみたいに。
でもアリサさんみたいに鼻筋がシュッてなってないので、サラは磯部さん誰もありがとうございます。2月頃がアソパソだった、まあそうだったけどってアソパソパソだったけどってひどい今シュッとしてるって本当ですか、よかったです、痩せたので。いや2月頃はあれでしたね、2月頃は爆食しとった頃ですね。誕生日の公演の頃とかやばかったですね。誕生日の日に公演があったんですけど、あの頃やばかったんですよ。目が2倍、目が2が2分の1倍って感じ。セブンの金のシリーズの食パン食べたことありますよ。メンバーにお誕生日プレゼントでもらいました。こんばんは、ソロハちゃんの誰しめんコスプレを見てたらどう、そんなことされてるんですか、ソロハさん。初めて知った、見たかった。パリピさんクラス、さらに倍状態、目はさらに2分の1倍。なんか顔が違うんですよ、いつもと。やだ、アリちゃんみたいに、パリピア、アリサさんみたいに可愛いですよね。ポッポさん、ポッポ99さん、こんばんこじ、こんばんは。声も話も歌もしっかりしてるから、歌詞だけじゃなくミュージカル上位とかいや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 、でもできるように頑張りますね。全然そんなことないです、本当に。チューチューさん、こんばんは。サラちゃんネイルしてないです、全くしてない。これがテカってるのは何でだろう。まだ配信、そうなんですね、見たいな。さあちゃんも犬のコスプレ似合いそうって、本当ですか。犬のコスプレか、したことないかも。おすすめの食パン教えてください。野上が好きですね、食パン。でも普通のね、6万円切りとかの食パンも好きなんですけど、何でも好きですね。モバイル写真ケーキと一緒にいるのは友達、妹です。ほとんど写真出てくるのは妹です、サラとツーショットで。友達はあんまり載せないかな。さらに倍か、最初の方です。さらに倍です、2倍ではないんですよ、一応さらに倍なんですけど、でも倍でも2倍でも2倍という意味なので、倍意味は同じなので、どっちでもいいかなと思ってます。玉吉がソロハルームに行ってスクショしまくってたって、そうなんですか、ソロハさん。でもね、そら配信はね、スクショしたことないんですよ。したいんですけど、なんかみんなに見られた時とかに、えって思われそう、びっくりされそうだから、一応してないんですよね。オンデマ太陽公演見たよ、とっても面白かったよって、ありがとうございます。でもね、あの頃もね、あの頃は違う意味で顔が腫れてたので嫌なんですよ、あの頃も。神推しです、こんばんは。今日も可愛いですね、羊飼いさん、こんばんは。中身エミリオンホールの、そうそう、近くですね。だるまありがとうございます。それ1号2、1さん、ゆらゆら言ってるの大きい。ももちゃんじゃないですか、安定の声。今日ももちゃんとまだできてないんですよ。もれ1号2、1さん、だるまありがとうございます。チャイナドレス似合いそうって、本当ですか、着たことないかも。妹ちゃんね、身長、そう、まだ余裕です。137センチなので、妹は。こんばんは、秋田さん、やっと正しく理解できました。ありがとうって、ありがとうございます。一郎さん、こんばんは。なんか美味しいですよ。私も好き。ね、ですよね、美味しいですよね、めっちゃ。犬、猫の耳のカチューシャ似合いそう、可愛さが倍。できん、猫こんな感じ。こんばんは、せいなさん。食パンに卵といてフレンチトースト、うまい。フレンチトーストあんまり食べてないんですよね。フレンチトースト食べたいな。野上、野上ってそうやって書くんだ。野上たまに食べるって、美味しいですよね。サラ最近食べてないです。サラの声、七鍋毎日聞くようになった。 STU48 の七鍋バーストしちゃったでしょ。あ、はいって、サラちゃん滑舌すごいですね。全然ありがとうございます。全然あのね、早口言葉とか全然言えないですよ。サラちゃん滑舌すごいって、亀屋町そうあたりになります。今の感じと熊耳も似合いそう。熊耳どういうことだろう。こんにちはミサラターン。リモートの、リモートって何かな。食パン3年以上食べた、それはすごい。違う、3年以上食べないってすごいですね。練習しようって、かわいいって、ありがとうございます。カリッツさん、ログインボーナスに感情込む、ログインボーナス似とるね。なんかリアル七並べでさら声を出してやったんですよ、昨日。妹と夜にリアル七並べをやったんですけど、その時にリアル七並べ物を出して STU48 の七並べやってました。昔の自分との写真の比較、斬新だなって。で、顔変わりましたね、ちょっと。こんにちは、さあちゃんのショールを見るようになってモバイルデータ量が増えすぎて最近やばいって、ごめんなさい。え、
しばらくお待ちくださいだけ早くて、そうですか。昨日より寝る寸前にサラキーと対戦しました。サラキー生で聞けてお得でした。また対戦できた、ぜひしてください。サラちゃんの声が聞けるから今日もひちゃらめしましたって。ホスターさんありがとうございます。ひちゃらめにもう出てますよ、2期生も本物だって。シーミーズ怖い、似てるそっくり。 STU48 の七並べって上がるんですよ。来たよ仕事やけ戻るよってありがとうございます。妹もおさらカード、そう妹、え妹は普通に物、あそうそう妹もやってるんですけど、あれなんですよ、なんかね物でやった、普通のトランプでやった。近所のスーパー6枚券、すごい66円。大富豪やってないことないんですよ。七並べ18金なんで。くっちゃんさんハートありがとうございます。やる七並べそうやったんですよ。でもさらね、ちょっと七並べねあんまり上手じゃないんですよね。さあちゃんの声大好きってありがとうございます。とさんこれおたさん、七並べ当たらないってバーストしちゃったのポーズ、どんなだっけこんなん、なんか分からんけど。くっちゃんさんハートありがとうございます。七並べのメンバー性格でね。ちなみにさらたんは、さらたんパクやったって何ですか。一郎さんいつもカウントありがとうございます。こんばんは。シンクロさん、リアル七並びもトンネルルール導入したの。え、してない。トンネルのルールがよくわかんないんですよ、未だに。ジョーカー使ってほしいって。使ってほしい。うん、また切る。スクタンビーム。カツボの福岡さん、ありがとうございます。昨日3回目あったから、きらめきゲットしたって。おー、すごい。テチ5963さん。何かな、これ。量子力学で重ね合わせが揺れることを。ニヒレンスという、知らないですね、わかんない。月末にサラちゃんの一押し10連弾く予定って、ありがとうございます。月末か、今日は何の曲を覚えたん。今日はねあれなんですよ、喉の調子も良くないんですよあんまり。だからタメホメさんこんばんは、サラちゃんこんにちは、おうち時間楽しんでる。楽しんでるかわかんないですけど、楽しんでる、どうだろう。でも学校行きたいって思いますね。タンパク質のこと、タンパクって。下鍋のアプリには参加してないけど、トンネルルールと1と13がつながる、よくわかんないんですよ。大好きな人の CD の特典でメンバーとリアル七並べイベントあったよ。そんなのあるんだ。昨日ユミリーが5回、ユミリーさんと5回も当たったのすごいですね。でもユミリーさんよくやられてますよね、だからかな。可愛い、何か雰囲気が解放感、本当ですか、ありがとうございます。あんなスタイルとか良くないですけど、私は。俺とジョギング行こうって、そう痩せんといけん。学校の友達恋しいのかな。なんかね、学校行かんと太るんですよ。学校に行ってないと食べてしまうんですよね、なぞえ。もうね、学校行っとったらお腹空いてもないから食べないんですけど、もう日々ねお腹が空くので、それを抑えるのも嫌なんですよね。オイラーの定理を考えたのはオイラーやで。オイラーの定理って何ですかね。朝やると竹野さん、門脇さん遭遇率高い。へえ、早朝朝にやられてるんですね。先輩メンバー強くて1位になれない。へえ、やっぱり慣れてるんですかね。ユミリーは七並べが時代だからってでも頭がすごい良さそう。今度天気の優位平日に山登りしようと思う。島根だから人いない。山登りか。山登りは昔なんか崖登りみたいになったことありますよ。なんか小学校の修学旅行の時になんかやったんですよね。民泊だったんですけど、その時に沖縄でやりましたね。山登りはないかも。あとね、沢登りみたいなのやったことありますね。何かな、星って。暇だと食べちゃう女子、そう食べちゃうんですよ。七並べユミリーは遭遇率高め。ユミリーさんね、サラもよく、よくというか3回、何回当たったかな。銀座にあるセントルの食パンが美味しいので、東京に行く際はぜひって。初めて知りました。ぜひ食べに行きたいと思います。好きな教科は数学、英語科ですね。英語学校ではなんかならないですね。私はお腹とかあんまりならないですね。こんばんは、小太郎さん。お腹が減ってる時にスーパー行くとたくさん買っちゃう法則。スーパーあまり行かないんですよ。でも怒ってコンビニに行くことはありました。今は行ってないですけど、修学旅行、そう沖縄行きましたね。やたら登るのって。お腹空くからこっそり学校にお菓子持って行ってた。あー、でもサラもそれありますよ。ポッケの中に入れて友達とかの交換みたいな。沖縄は毎年行ってたけど今年は難しいかな。そうですね、国際料理とかめっちゃ楽しかったけど人が多いから危ないですよね。フークサンダルマありがとうございます。沖縄修学旅行だったんですよ。食パンに詰め込みにさーいって
胃に詰め込む。食パンでも食べたら太るからな。オイラーの定理は正多面体の種類が5種類しかないのを表した定理。正多面体の種類が5種類しかないんですか。飛行機が、あ、そうですね、密室なのでね、密。マムロンさん、ハートありがとうございます。泣きながらコンビニ行って食パン買うの。食パンは買ってないかな。その時はなんかケーキとか買ったような記憶が。こんばんは、マグリちゃんさん。コロナ収まったらディズニーランドとユニバーサルスタジオジャパン行きたいです。コロナ収まったら。なんか舞浜の時にディズニーランド見えたんですけど行けなかったので、ちょっとね。あ、でもその時はまだディズニーランドやってたんですかね、多分休園してなかったんですけど。だからなんか電車が走ってて、ディズニーのモノレール、それが舞浜のところの上の窓から見えたのでびっくりしました。行きたいなって思って。石田純一さんが沖縄で病気、そうですね、沖縄で発症されたんですか。こんばんは、荒吉さん、こんばんは。その時にプレゼント買いに行ってたって。え、そうなんですか。プレゼントか。サラちゃんが48グループの中で一番好きな曲は何ですか。なんじゃろう、うーん、君はメロディーとか、あとは隣のバナナとか、あ、ウィンブルドンかな、ウィンブルドン好きかも。あとは何かな、何かな、桜みんなで食べたも好きですよ。泣きながらコンビニでサラがよく歌ってるって、握手会早めに切り上げていきましょう。そう言ってないんですけど、コロナ収まったらスティーのライブ行きたい、ぜひ来てください。食パンの耳と白いところ、耳の方が好きかな。さあちゃん、お腹すいたら泣くと、お腹すいたら泣くなんですけど、食べた後悔で泣きます。ほうって、君はメロディ、君はメロディ、メロディ。ウィンブルドンね、黄色がやりたい。やるかやらないかもしれないですけど、予定はないですけど。明日は地獄のドラッグストア勤務、頑張ってください。ドラッグストア、桜の木になろうは、桜の木になろうも好きですね。 NMB さん、笑った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 っぴ一方が好きかな。あのね、最近 NMB さんが好きになったので、まだそんなに細かく見とるわけじゃないんですよ。食パンの耳は油で揚げて、砂糖あれラスクにして食べるのかな。ワイは少女たちが好きです。少女たちよ、懐かしい。これコロナ収まったら西田の公園ぜひ見に来てください。さあちゃんこんばんは、ゆなさんこんばんは。悩んでる、さあちゃんが可愛すぎて悩んでる。悩んだ、さっき悩んだっけな。ももちゃんピンク、さらちゃん黄色、そうかも。こんばんは、ゆなさん。桜の花、あ、なんか桜の花びらたちは今年3年生、去年3年生って卒業生たちが歌ってた。卒業生、 ST の卒業生の学年の子たちか。ウィンブルドンは3人それぞれのコールが流れるね。あー、フレフレフレねえ頑張って。ウィンブルドンはなんで黄色がいいの、わかんない。なんでじゃろう、なんでじゃろうか。アンディさんハロー。サラちゃんこんばんは。寝てないんですよ、寝てないんですけど目が腫れてるんですよ。好きな曲を考えてるときで可愛すぎたって、ありがとうございます。そんなに、ありがとうございます。好きな曲でもまだまだいっぱいありますよ。ウィンブルドン、テニスの大会、地名ですよね。ウィンブルドンってテニスの有名な。お乳の上履きわかる、わかんないですよ。そんなお歌があるんですか。このコロナの間に仲いい NMB 推しのお宅2人にスティーユに共振できたってそうなんです。妹が前におる、STU を紹介してくださったんだろうか、ですか、じゃろうかって読んでしまった。ちょっとありがとうございます。なんでじゃろうかって、なんでじゃろうかって日常生活ではあんまり言わないかな。フレフレフレねえ頑張って。広島弁よ聞いてありがとうございます。マスクある、マスクはねありますよ、家にいっぱいあります。めっちゃ顔が腫れとる。僕だって泣いちゃうよ、ユキ。僕だって泣いちゃうよって何だって。AKB さんもありますか。そうだけど。さあちゃん泣き方法聞いてみたいなって。泣きな。でもこの前ね、カラオケの大会で歌いましたね。泣きながら吠え。YouTube になんか上がってました。妹の顔の輪郭は前に見えてみたって。ああ、ちょっとモザイクかけてたけど見えましたか。そんなに見えたかな。
明日はないことを狙うって言ってもらえない、何こと NBMB の曲やねって。そうなんですね、近所ではやっとマスク普通に買えるようになってきたって。そうなんだ、家にずっとあるからね、あんまりあれなんでしょう、あんまり買ってないんでしょう。マスク染み付けで生産してるもんねって。生産か、つくしさん誰もありがとうございます。 NMB の公演曲かわいいアジャルソン知らなかったです、今日知りました。 A オープンはテニスで一番有名な大会、へえそうなんだ。つくしさん誰もありがとうございます。誰も100個突破って、この前まゆゆの歌よかった、出会いの続きですか、出会いの続き、まゆゆさん出会い、あの歌でもすごい難しいんですよ。矢吹奈子さんのカラオケを聞いてなんかいいなって思って見てたんですけど、なんか矢吹奈子さん全部あれを地声で歌ってて絶対無理だって思いました、めっちゃ苦しいんですよ。パンキッシュ、全然わかんないですね。 NMB さんはねまだまだなんですよ、ね、清水さんこんばんは、ヒーローさんこんばんは、シミサラーって山地さんこんばんは。あれ前よりの主演ドラマ、あでなんか本屋さんだっけ、なんとかってなんかその時は見てたっていうわけではないですけど、なんか知ってますね。こんばんはこそば、かずしさんこんばんはこそば、りきやさん花束ありがとうございます。なんでこんなにテカっとるんじゃ、名前さえも知らない。じゃあ今日はそろそろランキング読もうかなと思います。ちょっと夜ご飯が早くあれなので、13位つくしさんありがとうございました、12位くっちゃんさんありがとうございました、11位天然ガラスさんありがとうございました、10位龍翔金さんありがとうございました、9位力也さんありがとうございました、8位キム PH さんありがとうございました、7位ザッキーさんありがとうございました、6位ギョピゾーさんありがとうございました、5位ヘリさんありがとうございました、4位風神丸さんありがとうございました、3位マモルさんありがとうございました、2位モリチゴニッチさんありがとうございました、そして1位安部さんありがとうございました、ありがとうございました。何か聞こえるって、そう夕飯、そうなんですよ、ありがとうございました。明日は目の腫れを治してやろうと思います。ありがとうございました。